董卓が尾羽で討たれし後、権力者の急死に世は混乱し、災いの火種が再び地方にくすぶり始めた。諸侯らが鎮圧をためらい、臣からが戦局を憂う中、祝言の言う足らんと勇む我らは、青州黄金勢30万と対決すべく、軍勢の駒を進めた。窮地を好機に転じ、火をもって州を制す。旧法に頼るのみでは克服できぬ難題に、我らは挑もうとしていた。蒼天沈むべし、光天立つべし。蒼天の犬を生かして返すな。この天意に貸しを作るとは。我ら曹操軍に屈するどころか、かつてを上回る勢い。敵は総勢30万の大軍。お主、腕は立つようだが、覚悟しておけ。
戦果が上げられそうだ。
この名品、お主が生かせ。この辺り、何か隠されているかもしれん。賊ではない。うるせえ、黙ってろ。村を踏み荒らしやがって。賊ではない、曹操軍だ。どっちでもいいよ、おっさん。もう村は全滅だ。賊だか軍だか知らんが、殺し合っているだけだろう。俺たちのことなど目もくれないでよ。立て、行くぞ。こうしている間にも人は死ぬ。
ちょっと待てよ、おっさん。